ダースレーダー DJ オショーのは？ガスレのデースのオーチンキー陽気だなーダースレーダーでーすDJ オショーもいますよちょっと待ってくださいやめてよそんなね、なんかなんどうしたの陽気になっちゃったけどいやなんかやってんじゃねえだろうなお前お前もなんかネットで見たんですけどラッパーの人って何か変なものを吸ったりしてるらしいんですけど売ったり吸ったり、食ったり 君そんなことないだろうな僕だからあの処方された合法の薬物大量に投与されてますちゃんとしたね、ちゃんとした薬物をあの僕は正直結構ギャングスターな人が見ても引くぐらいの量の薬物をやってますから薬物って言うとは紛らわしいんだよ、うん、それ処方されたお薬ね処方された薬物、うん、薬物なんだろうけど、うん、言い方ちょっといや僕イルだから、うん、ドープが必要なんですよドープそうなんだよ全部そうなんだよ、うん、そうだって僕のやっぱね、うん、あの地元、うん、ホームは病院っつうんだけど、うん、毎日人死んでっからホームって言うと俺のホーミーラッパーがホームって言うと、ま、俺のホーミーマジ病んでっから君はもう持病があってちゃんとしたお薬をね、お医者さんから処方されてるって言いなさいよ、うちのホーミー地元帰った時やばいよ中年不良生きがんじゃねえよおめえ本当にだってどこの地元足立区がやばいとか言うけど、うん、絶対病院の方がやばいから病院病んでる人しかいないからねまあそりゃそうだろお前、うん、病んでるやつは大体友達っつって、うん、リアルすぎるからまあちょっと今週さ、うん、出ましたねいろいろあったから、うん、じゃあインフ見ますよ、うん、インフんでくれよ、うん、頼むぜアマテラスはバカであるおポンポンポンいやまあでもね頭いいキャラ彼ね僕とも知ってるんですよもう 10,、はいはい、10代から知ってるしダースレーダーの番組にも、まあ、驚きました、うん、僕のニュースラップジャパンって番組も出てるんで、うん、多分来週の収録でね、はい、ラップもしますと思う、しますっていうかするだろうなという感じなんだけど、うんうんうん、まあなんかそのラッパーのアマテラスさんが、うん、タイマーを売買目的か、うんっていう感じで、うん、まあ容疑なんでね、これ日本でよくある容疑者の時点でね、ニュースになっちゃうっていうのがそもそもね、うん、裁判後に有罪になった人を実名報道しろよって思うんだけど、うん、それまではメンバーって呼んどけって話なんで、ね、メンバーメンバーって呼んどけって話なんですよ容疑者はもうメンバーでアマテラスメンバーがって言ったりメンバーって言うともうだからすごい昔の話の気がするね、うん、なんかあったけどね、うん、吉沢ひとみメンバーとかね言っとけばねリアルタイムで来ましたね、うん、メンバーなんで吉沢ひとみはメンバーじゃないのみたいなあ、やめてたみたいなあちゃんとメンバーじゃない、うん、もう元なんだっていう元なんですからね元メンバーでもいいじゃんみたいな吉沢ひとみ元メンバー元メンバーを振り返すってよくわかんねんだよ、もう2個いいんだよ元メンバー、かっこ第何期みたいな入れてねいろいろあったからな、うんうん、でも、うん、まあ、吉沢ひとみは僕ね、顔的には好きでしたよあー、なんかね、写真見たけど僕ね、当時モーニング娘。うん、全然わかんなかったから、うんうんうん、さ、真田陣がさ、うん、後藤真希が好きだったのねあー、はいはい、はい、で、出てきた時にやべえの来たみたいな話をしてたの覚えてて、うんうん、でも俺はね、吉沢ひとみとね、うん、あとね、結構すぐ抜けちゃったんだけどね、うん、名前は市川さやかかな高沢さん詳しいんじゃない市井さやか市井さやかの顔が好きだった顔、うん、顔か、うん、か、あと一番おばさんキャラだった人はなんだっけ中澤ね、うんうん、あの人しか知らない俺、うん、まあそれはおしょうのストライクゾーンが好きだったっていうことだねまあでも僕だから杉作ジェイ太郎さんがさあそうだ、ね、当時すごいハマっててさ、うんうん、歌丸さんとかもそうなんだけどみんなもうね、かご辻、うん、特にかごちゃんの、うん、をすごいやっぱジェイ太郎さんとか推しててそうだね、うん、でそのねかご愛ちゃんもさ喫煙とかさ、うん、もういろいろそのダークナイトに落ちていく、うんタバコあったね、うん、ダークサイドオブザフォースにこう見入られていく、うん、様もまた僕はすごく人間味があって素敵だなと思って人間味ありすぎだろ、うん、お前、うん、結構衝撃でしたけどねいやでもね、当時僕がスペシャルやってたミュージックアップデートっていう番組で小籔さんと一緒にやってた番組なんですけど、はい、そこにゲストでね、うん、小籔さんもすごいそのかごちゃん好き、はいはい、っていうかモームス好きみたいな感じだったんだけど、うん、かごちゃんが出てゲストで来た時があってタバコ吸ってきた、まあ、タバコも吸って、うんパカパカうん、パイプ椅子持ってパカッつってそのまま花道から入ってきたんだけどって、はい、それ大仁田だろって話なんだけど完全に大仁田だねやり口大仁田だよやり口大仁田だったまあでも、うん、かごちゃんはその番組でそのソロシングルの紹介をね、うん、してくれて、はい、でその後ね僕が、うん、渋谷の某クラブで MC をしていたとイベントに遊びに来てた時があって、はいはい
で、MC 終わった後、うん、ちょっとその関係者用のとこうろうろしてたら、うん、いきなり、いや今の MC すごい面白かったって超可愛い子に言われて、おーおーわーってこんな可愛い子に言われるのかなと思ったらカゴちゃんだったの。おーおー、でも俺顔わかんなくて、なんでだよ。いやあのね、サングラスをしてた。あクラブで暗いのに、クラブで暗いのにサングラスをしてる時点で何者、やんごとなき人だっていうことを俺は分かんなきゃいけなかったんだけど、でもイエーイみたいな感じですごいいいテンションで、向こうはもう分かってる、俺のこと分かってて、でこの間もお疲れ様でした、カゴちゃんも、うん、ダースレザーさん私のことカゴちゃんだって気づいてるっていう前提で、うん、超もう友達来たみたいな感じで、はいはいはい、さっき超面白かったよみたいな感じで来て、おーありがとうございますみたいになったら、何言ってんのカゴちゃんだよみたいな、ずいぶんあっぴろげー、そ、うん、したら友達のね、うん、カゴちゃんと一緒に来てた友達の子が結構冷静な、はい、綺麗な美人のお姉さんで、おうおうおう、やめときなさいこういう人と絡むのはみたいな、いやもうこっちのセリフでもあるけどな、うん、もうそれは、うん、そうそう、あいやめといてこういう人と絡むのやめといてみたいな、ええなー、うん、で俺はすごい印象いいんですよ、だからもう超一回番組で一緒になっただけなのに、うん、覚えてて、覚えてて、しかも その後すぐさ、今日楽しかったみたいな、ね、かなり気さくな人だね、うん、もう素敵ですよ、それがね、酔っ払って引き逃げするなんてね、いやいや違う人だった、それはまあいろいろごちゃごちゃになってるから、うん、同じグループだからってね、だから一緒にしちゃいけませんよっていうね、そうだよ、うん、君だって真田陣と一緒にされて困るでしょ、うん、ねえうん、もうだって和尚と一緒にされるの困るもん、俺だって困るわお前俺別に薬物やってないし、うんうん、なんで僕だから薬物はやってますけど、うん、だいぶ大量に朝昼晩ね、ほんと誤解を生むからやめんな、うん、お前注射も打ってますから、ほんとに打ってるから、うんうん、注射打ってね、針捨ててますから毎回ね、処方箋されたやつね、うん、ちゃんと僕ね、警察の職務質問はよく受けるんですよ、はいはい、なぜか、うん、歩いてるだけなのに、まあ見た目がやばいっていうのはあるよね、うん、で俺たちはさ、うん、ダースレーダーってこれラップやってるミュージシャン、うん、アーティストだってことわかるけど、うん、これ隣にさ、この金髪で紫にたまに変わったりしてさ、うん、何より毎日眼帯してるってさおかしいやつだもん、どう考えても、俺からしてみたらお前らパンツ履いてるだろっていうのと同じ感覚だからね、そうノーパンで歩いてるやつの方がおかしいだろみたいな、パンツはと同じくらいなの、うん、眼帯、うん、気軽さはもう、うん、そう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 、俺なんかたまに眼帯忘れて家出るとノーパンできちゃったみたいに、ちょっと汚ねんだよ今日妙に風が気持ちいいと思ったらノーパンだったみたいな、キャーみたいな、うん、女の子がノーパンでスカートで歩いてるとこういう気持ちなのかなみたいな、違うよ全然お前の眼帯と一緒にすんなよいやでもね、やっぱこう薬物キットみたいなのが僕ね、はい、ドープキットがあるんですよ、いるな僕ならではのね、なんかやばそうだね、薬がね、うん、尖った入った、困った時にさ、すぐ飲めないと、あー、なに、その出先に持っていけるような携帯、うん、薬ケース、ワクワクしちゃうんですよ、その職務質問を受けるときね、うん、絶対そこにたどり着くわけですよ、あー俺の罠に落ちろと、罠っていうかね、僕も心待ちしてるの、なんだこれはって言われた瞬間のこの、なんだこれは待ちね、この、はいはいはい、説明したいって言って、これが尿酸値を下げる薬でとかお前性格悪いなこれは血糖値を下げる、これは血圧を下げるやつで、でもこっちをやるとカリウムがあるんで、カリウムを下げる薬がこっちにあるんですよみたいな、これがもう、まあまあでも結構ね、僕ね超そこ時間かけますから、ここの説明はうぜーの見つけちゃったってなったらな、それ警察官もなるべく5分ぐらいかけて薬物の内容を丁寧に、見た目がさ、うん、これとんでもない髪の色して眼帯してさ、うん、挙動不審に歩いてるやつのバッグの中見て、うん、そのいろんな薬が入ってたら、うん、最初やっぱキラーン、うん、1個、うん、昇進確定って一瞬思うだろうね、なんかね、若いおまわりさんで、うん、その目がギラギラしてる子とかがね、うん、こいつは大物来たぞこれみたいな目見てる時あるんですよはいはい、はい、でまあ僕はね、だから、うん、まあだもう慣れてるっていうとあれなんですけども、はい、もう職務お疲れ様です、ご苦労様ですっていうところからの、うん、そのね、僕の薬物説明っていうのがね本当で、うん、お前性格悪いやつだな、性格悪くないよ、だってこれやっぱ知識を広めてってね、捕まえろ捕まえろって、こういうこういう見た目の人が、うん、実は病人だったりするんですよってことをやっぱ警察官の方も知ってもらった方がね、まあ、より、まあ、ね、
あの治安維持には役立つと思いますから。サンプル1個のね、この5人、うん、5人逮捕じゃないけどさ、そうそう、だから僕これ全国の艦隊の人のためにやってますから。なんか、うん、まあこういう事例もあるよって、うん、キャプテンハーロックとかが歩いててさ、うん、いや歩いてねえんだよまず歩いてたらまあ歩いてねえよやっぱ、うん、いやいや、もうニック・フューリーとかね歩いてねえんだよニック・フューリーとかだってやっぱ結構怪しいでしょいたら相当目立つからな、あのおっさんいたらでもね、ニック・フューリーはやっぱいい車乗ってるからね、防弾だからね、金持ちの車でね、うん、防弾だからね、うん、あ、なかなか歩かねえよ、なかなか外歩かないって話あるんですけど、まあだからその、うん、誤解されがちな艦隊を、はい、僕がね、うん、率先して、うん、いやいや艦隊界お前背負ってるよね、艦隊界を背負ってるってね勝手に、うん、結構だからね、やっぱ艦隊キャラが、まあ、アニメとか映画に出てくると僕はやっぱすごく反応しちゃいますね、うん、なんかこの前、うん、先月、あ、今月か、うん、あ、先月か、うん、一緒に仙台行ったじゃん、うん、あの時もやっぱ仙台って、あの伊達、伊達政宗でしょ、伊達政宗って超艦隊キング艦隊界の、うん、何、うん、キングなんだ、あの人キングオブ艦隊ですよあのだから日本でだって一番有名な艦隊の人って誰っつったら、うん、もう伊達政宗でしょ、伊達政宗、うん、丹下段平、ジャンプの表紙は、ジャンプの表紙もあれ日本人なのか、あれまず日本人か分かんないけど日本では一番有名な部類に入るね、うん、ジャンプの表紙もね、そうだね、伊達政宗かジャンプだよな、うん、いやだからあとは、うん、ジョーの師匠のね、丹下段平、丹下段平もそっか、うん、これも結構ね、うん、でもね、三国志のね、カコートンっていうキャラとかも日本人には人気があるんですよね、眼帯キャラでね、うん、でさっき言ったキャプテンハードックもそうだし、うん、結構ね、やっぱね、アニメシリーズとかは、うん、必ず眼帯のやつが出てくるんですけど、僕はやっぱ一押し、最近伊達政宗の系譜にいる、はいはい、その渋い眼帯キャラっていうので、うん、僕が推したいのが、鋼の錬金術師のキング・ブラッドレーがね、フンヌのラースっていうキャラがいるんですけど、はいはい、こいつはね、かっこいいですよ、眼帯で、僕だから、はい、今作ってる曲で、フンヌのダース、キング・ブラッドレイダーっていう曲があるんですけど、もうその眼帯のっかりみたいなね、うん、鋼の錬金術師を、うん、見たことないけど、うん、超人気の漫画、いやもうね、キングブラッドレーはね強いしね、うんうん、悪いやつなんですよこれが ね、ま、ね、うん、悪役か、うんうん、まあまだ見てない人にとってはいい役だとからスタートするっていうネタバレを今言って、ね、お前一番ダメなとこ言ってんじゃねえかお前、さらっとそれはダメだろおいおいおい、ふざけんなお前ではで今ねサイコパスってアニメも見てて、はいはい、サイコパスも、うん、ワンワンにもね、うん、眼帯の猫のキャラが出てくるんですよ。おー、かわいいじゃん、うん、アバターなんだけどね、それは、うん、ハート型の眼帯をしてるキャラが出てきて、うん、2にもね、うん、こうまたね、美人眼帯が出てきてね、うん、女の子の眼帯っていうのね、なかなかいいんですよね、女の子の眼帯ってあんまいないな、そうそうそう、だからね、でもエヴァのね、うん、Q のね、アスカ・ラングレーが眼帯になってたりとか、うん、あれとかで、うん、何の影響なのかな、ゴスロリ的なさ、うん、ファッションで眼帯してる女の子っていいんじゃん、そうそうそう、ゴスロリのね、うん、ファッション眼帯はね、でもやっぱ痛いやつじゃん、包帯系だからいや、あ、もう一丁ね、ダメージ系ね、もう一丁だから、僕一応その眼帯に関してはいろいろやっぱ考えてますから、今後の眼帯界を眼帯界はね、うん、そんなに需要がないし、いやでも必ず物語一個に必ず一人は眼帯いますから、いやそんなことねえだろお前、うん、もうワン眼帯付きもの、そんなに出てこねえぞ、うん、お前クラブ入るときにプラスワンドリンクぐらいでワン眼帯はついてきますから、いらねえんだよワン G お前、なんか最近のさ恋愛ドラマとかに眼帯の人とか出てくるか、恋愛ドラマね、いや、うん、出てきたらやっぱリアリティは増すよね、増さねえよ、うん、いきなり謎意味深になっちゃうもんな、眼帯の人が一人だけで、ツインピークスのネイディーンっていうね、行か、うん、れた女の子、はいはい、女おばちゃんがいるんだけど、それも眼帯キャラになってたし、うんうん、マチェーテっていうね、はいはい、映画に出てくるね、あれね、うん、すぐ首切っちゃうやつね、あれにもね、かっこいい女眼帯のキャラが出てきましたね、いましたね、かっこいいんですよこれがまたね、うんうん、だからやっぱ眼帯の未来、なんで眼帯の話してんの、いいんだよもう眼帯の話は、そうかそうか、即日から眼帯の話になっちゃったね、うんうん、まあでもね、うん、アニメとかやっぱ映画はね、うん、そのなんかこう学ぶべきことってのはあると思うんですよ、アニメ眼帯に限らずね、まあ、なんか映画っていうとさ、うん、ネットを見てたんだけど、うん、びっくりしたのが、うん、男はつらいよ、うん、トラさん、はい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 、まさかの続編50作目が来年公開っつってさ、うん、僕もトラさんすげえ好きだから、うん、でまあもちろん渥美清さんってもう亡くなっちゃってるからさ、うん、はい、どうやってつくんだと思ったらさ、うん、その 3D トラさん、ね、もうなんか過去の映像と、うん、まあ周りのね前田銀さんとかを、うん、まあいろいろ演技はするんだろうけど、うん、昔の映像とかくっつけてやるみたいでさ、うん、
どっちも本当楽しみかつ不安だらけというか、僕は結構そこは実は否定的です、うん、そういった蘇らせ方、あのスターウォーズでやってるんですよ、レイヤ姫でね、スターウォーズね、はいはいはい、若き日のレイヤ姫が出てきたりね、うん、その相手方のね敵艦隊の艦長ね、はいはいはい、モフターキンってやつが CG、うん、フル CG で出てくるんですよ、うん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 、でこれやっちゃうと、うん、そのまずねやっぱ人間味がどうしても薄いです。あ、映像的には僕見てないんですけど、うん、どう映像的にやっぱ違和感はある、ある、うん、だからそこ、うん、違和感と、うん、そのファン心理みたいなののバランシングみたいになってて、うん、でもそれって映画見る上で、うん、だって役者ってさ、うん、演じるんだから違う人がやったっていいわけじゃないですか、うん、役者だからだからまあそのルパン三世をクリカンがやる的な感じで、いやそれだってあの役を演じるのが役者なんだから、はいはいはい、あ、まあ、そう考えるとそうだね、うんうん、だから渥美清さんがうん、絶対的に必要なキャラってことは渥美清さん役者じゃないじゃないですか、扱いがそれってもうだってやっぱ、うん、あの人は本人自体はもう渥美清としてもうずっと自分は生きようって決めてたらしくて、やっぱり、うんうんうん、だから役者としてはなくもう、うん、トラさんとして、うん、だから、うん、だからもしそういう思想の人物で渥美清でなければ寅さんでないんだったら、うん、もうそれはあの本人が好き好んでやってた時代のもので打ち止めにするのがいいと思うんですよね、僕は。まあなだってこれマイケルとかもさ、うん、あの死後音源出る問題あるじゃないですか、うんうんうん、ね、2パックは2枚組が何枚出てんだみたいなね、うんうん、まだ生きてんだろって感じぐらい出てるもんね生きてるやつより出してるよみたいな話だから、うんうん、でそれもさ、要はなんでお蔵入りしてたかっていう理由もあったりはするわけじゃないですか、うんうん、だって本人的にこのラップちょっとまだいけてないなとか、うん、ビート結局これあんま好きじゃねえなとかさ、うん、言ってなくてもいろいろ理由はあるわけじゃないですか、うんうん、もちろん本当は出したかったけどレコード会社の事情で出せないとかっていうのもあったと思うけど、うん、それも分かんないし、はいはいはい、でもその売り物としてやっぱりファンは好きだから買うとは思うんですけど、うん、はい、別に存在を知らなかったらね、うん、欲しいとも思わないじゃないですか、そのファンは、うん、だから未発表曲があります、2枚組で出ますって言うから欲しいと思うけど、はいはい、そんなものは存在しない、うん、って思ってれば別にあのマイナスはないじゃないですか、うん、まあるって聞いちゃったらそれは聞いてみたい、あるって聞いちゃったら聞きたくなるでしょ、うんうん、だけどそのビートルズもね、うん、解散後90年代に2曲、うん、その未発表曲が発表されて、うん、リアルラブとフリーアザバードっていうのがね、うん、わーって話題になってね、はいはい、だけどその、まあ、両方そのジョン・レノン的な曲で、まあ、デモレベルなんだけど、うん、まあ、でメンバーのねポールとかその時は存命してたから、うん、あれはまあ意思に反してではないと思うんだけど、まあメンバーってなるとね、まあ、例えば家族が多分、うん、仕事するのかな、トゥーパックとかお母さんのレベルから出たりするから、うん、でもね君だってさ、うん、父親とかがさ、うん、君の DJ のさ、うん、その評価できると思う？いやこれはねさすがに、うん、まあ、身内多分俺が死んで音源がある、うん、ダースレーダーがこれを聞いて判別して出すか出さないか、うん、ってだったらまあ俺は OK を出すと思うけど、うん、やっぱ自分の父親とかって言ったら絶対興味も示さなかったから、うん、そのね急にねこれが売れるってなってさ、うん、これちょっとリリース、うんうん、DJ 保証っつって OK 出す、いやお前 OK はさすがにって思っちゃうよね。 でじゃあ僕がやってもいいよっていうのを生前そのさ、うん、意思を発表してなかったらさ、うんうんうん、当然僕は距離的にはさ、うん、例えば家族の人が俺がやるって言ったら、まあそれは口出しできないでしょ、うん、だそういったことってやっぱその2パックとかマイケルとかになったらさ、うん、もう全然規模違うわけじゃないですか、うん、そのヒットするまあたそのね、うん、その1枚を出すかでもう相当お金が多分動くわけでしょ、うんうん、だから、うん、まあ僕はなんかもう一個は、うん、遺書的なものは常にねそういった人を用意しておくのはいいとか、あそうだね、やっぱ誰が分かってて誰が分かってないかっていうのも、うん、ね自分だったら分かるわけだから、うんうん、こういうものは誰々にとかってことはやった方がいいと思うし、うん、でもそれがない場合、うん、結局それなかったことにした方がいいんじゃないのっていう。ダースレザーなんかもう結構やばいんだから、もう一生書いとけって。俺一生書いてる。おマジで、うん、書いてるよ。でも全部その、うん、おしょには何もあげないってそこだけ書き直せお前全部レコードと CD とパソコンはおしょくん、うん、DJ おしょには口出しさせんだ、現金もおしょくんへって書いとけお前やばで、ね、僕だぞ。トラさんはあれなんですよ、うん、すごいもう本当に一時そのトラさん49作品をもう何周したか分かんないぐらい見まくった時期があって、だってオショウ君 DJ の頭トラさんスタートだった時期あったもんね。あったあった、カカンセってね。でなんかやっぱすごいトラさん好きで、うん、もう見まくってると、うん、
本当にトラさんっているんじゃないかって思っててくんですよ。でその時ね、僕10年くらい前かな、アルバム、自分のソロアルバム出して、まあ全国ツアーやってたんですよ。で自分もこうなんかいろんな地方に毎週行ってると、トラさんが旅をしてるみたいな気持ちになって、疑似トラになってきて、自分とトラさんを重ね合わせて、トラさんってね、よく地方に行くと、旅先から好きな女に絵はがきを書くんですよ。はいはいはい、ここにいるよってね、今日はこの町に来て、元気でやってるかい、みたいな感じで書いて絵はがきを投函する、これね、当時好きだった女に僕やってましたからね。やってました。旅先から、ツアー先から、その絵はがき、反応はどうだったの、その絵はがき。一枚も返ってこなかったトラさんも返ってこなかった。いや、まあそうだ、トラさんはだって風天だからね。でやっぱトラさんも絵はがき出して、葛飾の柴又の自分の実家に帰ってくると、誰か手紙俺になかったかいみたいなことを確認するんですよ。なくて、まあ、これリアルにそういうキテレスなことをやってる人には返事は来ないってことがリアルに分かりましたね。いや、だからね、その逆に言うと、でも和尚くんがそういうことをやって、やっぱゼロ人だったらさ、可能性はないけど、和尚くんがやった結果、まあそれでも返事を出さない、あるいは返事を出そうか迷うっていうところまで行くじゃないですか。はいはい、やっぱそれって大事だと思うんですよ。その虎、トラってみたっていうか、トライズムです。トライズムをちょっとトラってみて、あとはおしょうくんやっぱり定住してるじゃないですか、はい、家にね。確かにそこよくない。トラさんはまあ、本当に葛飾の柴又に3日ぐらいしかいないか、あとは全国旅をしてますから、ね、そうそうそう。おしょうくん結構滞在が長すぎるっていうのはそこはリアルトラさんじゃなかったけど、もうちょい出た方がいいよ。わあ、ちょっととにかくでもまあ不安でありながら楽しみ。まあまあまあ、おしょうくんのね、感想が楽しみですよね、僕よりもね。だってトゥーパックがさ、CG で蘇ってライブとか、ね、ホログラムでやったりしてて、まあだからそれもその生前の動きとかさ、そういうのからこう再現してやってるんだけど、いや、技術的にはどんどんそういうことできると思いますよ。だからそれによって本人がいなくても、同時に世界ツアー同じ日開催みたいな、マドンナ世界ツアー同時開催みたいなんで、いやもう今後全然できるだろうね、どっか一箇所で歌ってるのが、ホログラム映像で世界中で同時に見れるとかね、あるだろうな。今だってその、さあ、お笑い芸人の人がどっか劇場でやってるのを、爆笑問題さんか、やってるのを全国の映画館で同時にみんな楽しむみたいな、そのライブビューイングのもっとでかい版みたいなことやってたりするもんね。まあでもサッカーとかもみんなそれでね、観戦してたりして、スタジアムにわざわざ行ってでっかいスクリーンで見たりとかしてるから、これがもっとホログラムでね、リアル目の前で試合をスタジアムに映し出すみたいなことになる可能性は僕は全然あると思うし、そうなっていくこともあると思うし、だからそれを見に行くっていうけど、見に行くのももう自分で見に行かなくてもいいんじゃねえかみたいな話とか、なんか VR でそれを見れんじゃねえかとか、なんかいろいろね、そういった方向にはね、可能性はあって、まあ楽しみとしてはあると思うんだけど、その時にじゃあその生身の人だったり、その人本人の動きだったり、っていうことをもう一回考え直すみたいなね、結構ね面白い試みだと思います。僕だからどこまで人間なのか論っていうのね、はいはい、さっき収録前におしょうくんとも話してたんだけど、まあ今言ったらスマホももう人間の一部だろうっていう話、はいはいはい、そのスマホで Google マップを使ってどっかに行くとか、まあ、スマホで自分のアカウントから何かを発信するとか、自分のアカウントを通して情報を取るっていうのって、自分の目で見てるのとほぼ同じ感覚でみんなやってると思うから、 そうだね、でそれがどんどん延長してったら、どこまでがじゃあその人なのみたいな、で要はさ、ハードディスクにその記憶がこうどんどん広角機動隊の擬態みたいなもんなんだけど、そのアウトプットできるようになってって、はいはい、昔はその自分の好きなものをアウトプット、その文章に書くとか、録音に残すとかあったけど、もう今スマホに自分すらも覚えてないような過去まで全部記録されてたりする。いや本当に全部入ってるからさ、そのなんかものすごいエロ動画を僕とかいっぱい見まくって、で見まくって見まくって、おすすめとかをあげられるんですよ、そうすると僕大嫌いな SM をおすすめされて、これ統計的にさ、だからこの動画を見てる人はこのジャンルも好きだろうって勧めてくるわけでしょ。出てる女優さんだったり、シチュエーション、年齢とかね、そういった情報から、これもで、おしょうくんの未体験ゾーンなわけじゃないですか。そう、僕 SM 嫌いなんですよ、嫌いな僕に勧めてくるってなんかあんのかみたいな。でも統計を取って、まだ僕の知らない自分を、そうもう携帯の中にいるわけでしょ。おしょうよりもおしょうを知ってるやつが中にいると、いやだから今すごい反撃して、僕と SM は嫌いだって気持ちで見ないようにはしてるんだけど、でも
ネットフリックスとかでもそうだけど、うん、マッチングでお気に入りで出てくるやつを、うん、そのライクと下と上、はいはい、親指のでやっぱ下を入力すると、うん、表示されなくなるみたいな、うんうんうん、そういった意思表示ができるんですよ、はいはい、だからその微調整を、うん、だからそのバーって出てきたものの中から、うん、でAmazon とか Google って、うん、そのページを見ていた時間っていうのも計算に入るから。マジで、うん、怖え怖え、ね、だ長く見てたらやっぱ興味がある、うん、パッて変えたら興味ないっていうことだから、なんか、うん、うわーそっか時間もか、そう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 、だから見ている頻度、あとそのページに戻ってきたりとか、うんうん、してる回数とか、やべえ、もう計算に入っちゃうね。いや僕ね、YouTube とかさ、うん、気になる動画とかをさ、うん、一回検索するとさ、うん、それに似た関連のものをどんどんおすすめしていくんじゃん、うんうん、それめんどくさいから、一回サファリに飛んで、うん、アプリじゃなくて、うん、外部でやったり してたんですけど、うんうんうん、もうそれとかもバレてんのかな。バレてるよ、そんなの。だってサファリの方にも履歴残るし、わおーわおーって、こいつこいつはそういう統計的に SM を攻めてきてんのかな、うん、エロ動画を見るときサファリに行くやつですみたいな。いや俺 SM マジで嫌いなんだけどな。だからパソコンの中でサファリ和尚っていう風になってる。いやかっけえな、なんかサファリ和尚は、うん、サファリ和尚がめんどくせえよ、全部でも管理されてる。僕だって Google Chrome レイダーですから。かっけえなでもだからそれは、うん、使ってる以上もうそうなってっちゃってね、はいはい、で T ポイントカードで何を買ったかによって、うん、その全部記録に残ってるし、うん、N システムで高速道路をどこで通ったかも全部わかるし、確かにね、で、もう全部パスモで、うん、その電車に乗るでしょ、うん、でどこで乗ったかも全部記録になってるわけだから、うんうんうん、だから実はもうほぼね、うん、自分の行動っていうのが、うん、もう漏れてるっていうか、誰かしらに上げちゃってるんですね、自分の行動っていうのを、うん、でそれをこれ誰が持ってんの、その情報は。わっは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 ちょっと待って、わしが悪の帝王古いんだよねその悪の帝王わっはっはっは全人類のデータを私の元に集めて世界を支配するのじゃ。ほんと70年代の本当に子供だけが見てる1回2回で終わるアニメだな、それ全然怖くねえわ全国のショッカーを誰に対して子供に呼びかけてるのそれだからね、僕昔から疑問だったんですよ、うん、悪の帝王の人たちが笑うじゃないですか、うん、笑うね、笑い情報だよね、うん、笑い情報なんですよ、悪いやつが大体笑い情報なんですよ、うん、あいつら。それが結構疑問だったりする、うん、おぉ、ね、何が面白いんだお前はみたいなねだいぶ陽気だなみたいな、相当やばいよ、うん、だからそのまあでもね、そこがまた分かんないところがまたすごいんですよ、うんうんうん、でも分かんないと言いつつ、うん、国レベルでは、うん、例えば Google とかね、Apple とか自分たちのデータを他に漏らしてないって言ってますが、うん、はいはい、でもそれが保証されていなかったり、 Facebook とかもそうだけど、うん、じゃあその、中の情報が共有されてたみたいなね、うん、あるいは気づかないけど、うん、その設定とか見るとめちゃめちゃ細かい字で、うん、どこどこにこの情報を共有しますねみたいなのに同意したことになってる場合ってあるんですよ。あんのかな、うん、あんのかな。LINE で最近 LINE で話題になったのが、はい、LINE のトークの内容は、うん、基本自分が拒否設定しない限り、うん、全部 LINE の会社に共有されてるんですよ。LINE 流出とかはってそういうこと、乗っ取りはまたパスワードが、うん、バレてるんだけど、そうすると別に単純に LINE の会社に全 LINE ユーザーのトーク内容は全て言ってるんですよ。だその不倫してようがね、エロ画像とか送り合ってようが、全部 LINE の会社には言ってるんですよ。で それを、ね、個人設定のところで共有しないっていうものを自分で選択しないと言っちゃう、うん、あんのかいそんな機能。あるある、だから機能ある。それでその共有しないって設定すれば、うん、行かないようにはできるんだけど、まあその行かないようにできてるのかどうかちょっと分かんないとこもあるんだけど、まあ一応それはできてると信じるとして、うんうん、みたいなね、なんだい、そういう世界ですから。まあでも、うん、基本もうなんかネットってなんか全て秘密はない、もう本当の黙ってるものとかないんじゃねえかって思ってる、うん、なんとなく、うんうん、だってね、シリとかあるでしょ、うん、シリって声かけるとさ起動するじゃん、うん、はい、ヘイシリって言うと、うん、ビュって出てるでしょ、うん、ヘイシリって声で起動してんじゃないからね、うん、あれ。え？だってヘイシリって言ってから起動してんだったら、どうやってそのヘイシリってことを聞いたの。
ヘイシリって言葉を聞かないと、まず待機状態になってないと、ないと、うん、ヘイシリで、ヘイで待機なんじゃない？でシリでピヨーンってなってないの？じゃあヘイブーって言ったら違ったかーみたいな、おいその気にさせといて今行く気満タンだったのに、今行こうと思ったらしてヘイヨーとか言うと、ああ俺じゃねえかみたいな、ヘイシリをすげえ、ヘイとシリの間をこ、もうほんと間なく言えば起動させないことも可能なんじゃない、ね、でもね、アレクサとかだと、うん、もうアレクサだけできますから、アレクサって言うともね、でたまにね、アレクサって言った記憶ないのに起動するときありますから、似た言葉、似た言葉で、うん、なんか踏んでみようよ、アレクサ、うん、あ、もう終わり、早い、ダメダメ、なめくさってやがってる、なめくさって、なめくさってって日常であんま言わねえだろあったかなめくさって、うんうん、でも、だから実はずっと待機状態で、うん、待機状態にそいつが何してるかって分かんないじゃないですか、うんうんうん、何を録音してる可能性とかは、前それこそ、うん、Amazon エコーが、うん、夫婦間の会話を録音して、うん、勝手にその女子の奥さんの方の部下にメールで送ってたんですよ、うん、で今日やる、奥さんがどうするみたいな、なんかね、たわいもない会話だったらしいんだけど、日常会話、その部下に、うん、急に音声ファイルが送られてきたって言って、うん、それからその夫婦で今で会話してる、勝手に勝手にそれを録音した上に勝手にメール飛ばして、怖え怖え、これやばいじゃないですか、うんうんうん、でもこれをやってないってどうやって信用できるの俺らみたいな、確かにやっぱね、パソコンとかで、うん、そのさ、エロ動画見てるときさ、うん、全部エロ動画なんでお前パソコンエロ動画にしか使ってないだろお前、見てると、うん、やっぱパソコンにさカメラそのも、うん、画面の上についてんじゃんちっこいの、うんうん、これがさ、うん、自分がこうむちゃくちゃパンツ脱いでさ、うん、オナニーしてる姿をもう仮にやっぱ録音とかしてな、どっかに流されてたらどうしようかって思うとさ、うん、やっぱちょっとカメラのとこ何かで塞ぎたくなるよね、うん、カメラのとこ塞ぎたくなる、一応念のためにって思うもんね、だって和尚くんが行く時の顔僕に毎回メールできてますよ、お前お前彼女にも見せたことがねえ俺の顔を毎回ピコーンって言って、和尚が今行きました、お前それ待ち受けにしとけよお前やったよ、いいことあるぞ、何にもいいことでいいよモテるぞ絶対、しかもスローモーションの動画で送られてくる、やめてくれほんと恥ずかしいよ、誰にも見せたくねえ瞬間だからな行く時の顔とか本当に、うん、まあまあでもそんなことでね、うん、いろいろありましたけどね、はいはい、うん、まあ、結構ね、こういろいろありまして、いろいろありましてからのいろいろトークがありましたけどうん、うんうん、なんかメールとか来てます、まあ、まあ、とりあえずコーナーいろいろ今回ね、うん、来てるんでね、コーナー行ってみましょう、はいはい、じゃあ行きましょう、カモンカモンカモン、レッツゴークラブへいらっしゃい、ララララララッシャイララララクラブへいらっしゃい、ダスレダです、お前暴走してんじゃねえよ一人でいやまあこれはね、僕とね、和尚くんというクラブのベテランがね、はい、うん、クラブでの遊び方を教えてあげるクラブ入門コーナーなんですけども、そうそう、お便り早速来てます、はい、お願いします、あのナンパ野郎からですけど、おワイシの隣人、ワイシの隣人さん、はい、はい、あの正直に言います、うん、30回に1回くらいの割合でナンパに成功すると以前言いましたが、はいはいはい、これはナンパして一緒にクラブを出て次のクラブやバーへ行けた人数をカウントしています、実際その後夢の国のお城に行けたのは1回しかありません、30回の1回の割合なら全然いいよと言っておられたのですが、うん、ちょっと誤解が生じるといけないと思ったので訂正しておきます、全然すごいじゃんそれだってそうなんです、なんかねずれてますこの人ね、心配してるポイントがまず30回やってる時点ですげえんだよっていう声かけをね、はい、うん、はい、ですけど本題です、はい、僕は確かに行けそうだと思なと思ったら手当たり次第声をかけちゃう大学生ですでもパリピー中には躊躇する女の子も結構います、はいはい、その中のタイプの一人は DJ とやたら仲良さげなのをアピールする女の子です、うんうんうん、やたら DJ に手を振ったりなんかして、はいはい、あんたたちクラブ素人と私は違うのよという雰囲気を醸し出しています、うんうんうん、そういう子は遠慮しちゃいます、でもナンパ率を上げるために今後はそういう子にも声をかけていこうかなと考え中です、はいはい、この手の女の子をナンパになびくのでしょうか、うん、教えてください、いやいや、ね、まあ、いますよこういう女子は、はいはいはい、僕 僕ですさえ、僕が DJ してる時でさえやっぱ来ますからね、うん、あの和尚このやっぱそれはマウンティングなんですか、女子マウンティング、まあ、いわゆるタバコ他のそうマウンティングですよ確実に、うん、女の子と違ってその女の子っていうのは大体こう胸にタバコ挟んでる系の、今だとこうアイコスとかを挟んで、なんかバッグ持つとこないから、うん、とりあえず胸の谷間に入れとく系の女の子なんですけど、まあなんかやっぱこうマウンティング、私やお客さん他のお客さんに対するマウンティングですね、そうだね、うん、私はこの人と知り合いなんだ、一応この今日ここ DJ 盛り上げてるこの人知り合い、やっぱ、うん、ブースに来ますよ、ブースに来ます、ずかずか入ってきます、ずかずか系、はい、ずか入りする、うん、で
DJ してる僕、うん、はっきり言って DJ 中に話しかけられて僕話す余裕なんかないんですよ、うん、もういろいろやることあるんで、うん、お嬢君はパソコン使うのエロ動画以外で使うの苦手ですから、エロ動画パソコンで DJ してるときはもう大変ですから集中力、パソコンが辛い、触るのがもうパソコンが辛い、エロ動画見たいみたいな、そんな僕にねやっぱこう来るんですよ、耳元に来て、うん、でなんかなんとかかけてみたいな、あーリクエスト、うんうんうん、図鑑上のリクエスト来た、だいたいね、うん、ちょっとずれてますから、うん、今時のトラップとかかけてても、うん、2パックかけてみたいな感じ、もうなんかえ、お前何を聞いてんの 今来るみたいなさ、うんうんうん、ずれてるんですけども自分のかけてほしい、うん、で多分何度かそういう女の子って、うん、誰も注意してこなかったんですよ、今までほったらかしにされてきたから、うんうん、だからもう DJ に言ったら、うん、私が言った曲をかけてくれるってもう大前提で来ますから、うん、僕無視しますけど、それはなんだろう、そのDJ にもよりますけどね、うん、その男の子の DJ とかでそういった女の子が来たらもうそれをチャンスだと思ってね、はい、この子とこの後仲良くなれるための2パックの1曲や2曲かけますよと、いやいやいや、なんならチャラのジュニアスイート、それはね俺たち の10代の時に渋谷六本木ナッツっていうところでやってたイベントにいたリアルな先輩ね先輩の話そういいんだよもうその話だから、でもだから僕がむちゃくちゃそういうタバコ胸の谷間に挟んでる系の女の子好きだったら、うん、むちゃくちゃやれてると思います。あ、もうかけりゃいいんだから、かけりゃいいのね、うん、うん、もうそれでその後一杯飲みに来ようよ、うん、君のためだけに2パック Oh yeah yeah、 だからワイスの隣人さんは、うん、まあ、DJ になるたら一発、うん、だからこの仲良くなられる側のね、うん、こういう女の子を口説くには、まあ、DJ になっちゃえば早いってことね、早いんですけど、うん、これ難しいようであれば、うんうん、でもね、うん、DJ のねその友達アピールする女の子に対しての、はいはい、もう一個あるんですよ。お、なんでしょう。いや、自分も友達だと、うんうんうん、いうアピールして、うんうん、まあ、DJ コモリってやつがいるんですけど、はいはい、コモリはやっぱそういう人気でね、うん、女の子とかで人気の人気ですよ、うん、で僕コモリと、はい、一応友達枠には入ってるとは思うんですけど一応そうだね、ああ、うん、まあこういう時ね、末端本当の、うん、でコモリいいよねみたいな言ってる女の子に対して、はい、コモリの新しいミックスあるよ、これですよ、おめえかましてきてんな今の一言でコモリの、うん、DJ コモリくんの中の友達ランキングから、うんうん、かなり外されましたからそういう下水ことやってるやつは、うん、いやだってミックスいいわけでしょ、いやいいけど、うんうん、もう完全 にもう週 2,3 回会ってるノリだろその言い方今のお前の言い方俺コモリと週 2,3 回会ってるけど、うん、このミックスなんその中でもいいよみたいな感じのニュアンスでしょ、うんうん、いやあとだから、うん、その発売されてない、はい、これから出るであろう、うん、ミックス、うん、持ってる風お前それは嘘だろお前それは詐欺って言うんだよ持ってる風トークなんか今作ってるよねみたいなお前それやったらお前2パックの家族と一緒だぞお前新しいの作ってるよね、これ今これなんだけどみたいな、具体的に言うと嘘になりますから、うん、だからあいつ新しいの犯罪ギリギリのところで、あいつ新しいの作ってるよね、この単語だけだったら何を作ってるか、プラモデルの可能性もあるから、お前もなんか裁判に持ち込まれたこと前提で何その女の子を口説くのやめた方がいいから、いや家でチャーハンの可能性もあるから具体的なことは言わなくて、あいつ新しいの作ってるよねってマジでみたいな、ダースレーダー、うん、知能犯だなお前で、うん、だから何を作ってるのか、まあ、分かるでしょ、逆にね、うんうん、何作ってるのみたいな、もし来たら聞かれたら分かんないのっていう感じ、分かんないの、あいつが何作ってるか分かんない、あそのリアクションはいいね、うん、当たり前じゃんみたいな、うんうん、そしたら、うん、その子もだよねってなるから、うんうん、これ大概バカですからそういう女は、うん、そんなことはねないですよなんだお前だからこれは、うん、あくまでこれだってナンパしたわけでしょ、うんうん、の人は、だからこういうね、うん、その本当にチャラついた、うん、DJ に駆け寄ってくる系の女の子には、うん、ぶっかましてやればいいんですよ、そうそうそう、だからあいつ今新しいの作ってる、うん、大嘘一発かましてやれば、うんうん、引っかかると思いますよこれは、うん、でまあちょっとね、うん、専門的なのこらえたら、うん、やっぱグルーヴがとか言っとけば、あグルーヴが違うねみたいな、今日深いなあいつの選曲これ深いはねいい、うん、あのね深いっていうと、うん、深いで深いできないっていうのがありますから、もうなんかだってやっぱ深いわけだから、聞くのも野暮って相手に思わせる一言、どこが深いのみたいな話は、それは入ってみれば、水の中に入ってみれば深さは分かる、うん、君はまだ水に入ってないからその深さが分からないんだみたいな昔ね僕とねダースレーダーと DJ オショーの、うん、まあ、共通の友人の太郎っていうね、うん、ラッパーがいるんですけど、うん、太郎ってば変なライブしてたじゃん、うん、
落語にあるめくりをさ、それ君が一緒にやってたやつ、うん、やってたんだけど落語とかでさ、うん、めくりってあるんじゃん、うん、お演目が書いてある、ね、てね、あれを自分の曲に、うん、ね、書いて、いいアイデアですよ、うん、今日次はこれ歌いますペラペラって、うん、あの障子の、うん、あの半紙をめくって、うんうん、そこに曲名が書いてあるんだけどさ、うん、これあの風俗嬢に恋した女の子の曲、うんね、45 minutes love、うんうん、あそう45 minutes love ってこう、うん、英語で、うん、あのこのザ和風の、うん、あのめくりに書いたんですよ、ね、45 minutes love、 それをねお客さんが、うん、和と洋の融合深いってマジで言ってて深いって言ってた、もうねそれが深いだよっていう、いや 深いなんじゃねえか、うん、逆に腐った海の深いでもあるみたいな ね、 だからねすげえバカは、うん、いけるっていうね、うん、バカはバカに見ると、うん、深いって見えるってことは判明しました ね、あとねやっぱ深いっていう言葉の、うん、可能性、うん、結構ありますよ、だから大概だからね、あ深いねって言っとくと、うん、肯定っぽいじゃないですか、おうおう、なんかわけのわかんない話してるやつに、うん、めんどくせえなーとか思ったら深いね、深いよ、分かってんじゃんどうってなるじゃん、なるね、で、うん、さ分かってるってことはそれ以上細かい話は抜きにしようぜみたいな、もうなんかもう飛び越して理解してくれたんだなって思う、うん、だからもしかしたら、うん、もうチャラい女の子の、うん、DJ アツ DJ アツ最高イエーイっつって今日もイケてるねっつった深いで、よくその乗り方深いね、深いでいやそれはそこはどうなるんだろう、いやあいつ深いよねとか言ってチャラいのに深いってなんか一番結びつかねえんだけどなでもなんかさ、うん、なんか意味ありげあいや、まあ、ちょっと試してみる価値あるかもね、トップ40をね、うん、こうやってかけるのって深いみたいな、あいいね、うん、それはなんか、うん、あえて、うん、ここでみんなが知ってる曲かけるの深いね、お深いってつけると大体ね いけますよ、いいかもいいかも、うん、だから深いですよやっぱ、うん、今日の話もだいぶ深いもん、深い深いこれもう結構深いですよこれは、それ中身ねってことだぞお前イコールまあだからこれ Y 氏のリニーさんは、うん、とりあえず深いって、うん、深いっていうそのねチャラい女の子に一言投げかけた、うんうん、深いから始まる深いコミュニケーションでね、うんうん、これ深コミュでいけると思います、うんうん、はい、ということで次のコーナー行ってみましょう、はい、心霊フリースタイルバトル、怖いよ、怖い怖い心霊のコーナーですということで心霊フリースタイルバトルですけども、はい、これはですね、うん、全国で発生している心霊案件の報告を受けて、うんうんうん、そこに登場する心霊を、はい、イタコバイトの翔くんが下ろし、はい、その、心霊相手に僕はフリースタイルで戦いを挑み、うん、除霊するという除霊するというコーナーです、コーナーなんですけども、うん、今回ね久しぶりですこれ、はい、久しぶりのちゃんとした投稿来てます、ちゃんとした心霊投稿が来ました、ね、腕が鳴るぜ、ちょっと読んでくれじゃあ、はい、ふみやふみやさんです、ふみやふみやさん、はい、ありがとうございます、はい、いつもね、ダッサンおしょうさん、うんばかーっつってね、うんばかーって、あの先週のあれね、先週のうんばかです、うんばか語、はい、うん、心霊コーナーへの投稿です、はい、これは年に 1,2 回あることなのですが、うん、私の車の助手席側のフロントガラスや、うん、後部座席の窓ガラスに内側から人の手形がペタリとついてることがあります、友達はあんたが間違えて触ってるんじゃないのと言いますが、その手のサイズが男性や子供の大きさだったりするのをするのです、私はめったに自分の車に人を乗せることがないので、いつも誰だろうと不思議でたまりません、見つけた時には嫌な感じはしませんし、見ようによってははいさいと言ってるようにも見えるので、陽気な霊がいたずらしてるのかなぐらいにしか考えてませんが、そこのところどうなのかも聞いていただけないでしょうか、よろしくお願いします、怖え怖え怖え、来ましたこれ、車の内側に手形パイんですよ、しかもその手形が男性や子供の、そう、あのふめふめさんはね女性なので、おうおう、そのサイズ的にも女性の手ではない、怖え怖え、外側だったらまあね、その知らない人が通りすがりにペタンってやってんのかもしれないけど、うんうん、内側ってなったらちょっと怖えな、これはだからまあ心霊現象と言えますね、これちょっとマジのやつじゃねえか若干またね、あのねこれね、このコーナーもう一個ね、はい、言っとかないといけないんですけど、うん、マジな投稿に関してイタコバイトでしかないプロイタコではない和尚くんが、うん、たまにビビる時がある、ビビるよまあちょっとでもやってみますよ、これ手形でしょ、うん、どんなね例なのかもちょっと下ろせます、これちょっと挑戦してみましょうか、はい、お願いします、じゃがパンダカウンダカパンダカウンダカパン、手形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 あれ、あ、おしょくん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 、大丈夫ですか、おさわりだって、え、おしょくん、おさわりしちゃう、どうした、おしょくん、おさわりしちゃう、おしょくんじゃないぞこれは、おけつ大
あーもう降りてる降りてる、これはちょっと叩かないとダメだ。オッケータッチ Bring that beat、 おい車内で手形ペタペタつけた後で下手な真似ばっかしやがって、存在のアピールの仕方が下手、まるでお相撲さんみたいな自慢なのか、手形あるいは男型か目型、まるでメダカみたいな小さな存在感、もう少しちゃんとアピールしろ。うひひひひ、私は痴漢痴漢痴漢が大好きなおじさんですよ昔は JR 京王線とかで女子大生を中心にやってましたが、ちょっとしたことがあって死んでしまって、今はとある女性の車の中にタッチをしております。うひひうひひうひひ、ダメ絶対痴漢は犯罪、ハンズアップ、ハイサイどころかお前犯罪だよそれ。お前死んだ後も騒ぎたいのかよ、死んだと実体がないんだったら触っても気持ちよくもねえだろう。大胆に快感を味わうためにまた出てきたけど、お前は階段を踏み外したんだ、そのまま下まで落ちてけ。堕落してるお前は奈落に落ちろ。奈落に落ちて、せ、わおー落っこっちゃったー。でも僕は本当に痴漢が大好きなおじさんだから、死んでも死んでもまだまだお尻を触りたい。本当に僕のことを成仏させて、どうにかして痴漢をやめさせてほしいんだ。だから僕は手形を訴えてるんだ。ダースレーダー、お前も痴漢になることをここに約束しよう。 We out We out って複数形で帰ってったぞ何人かいたのかよ。あ、DJ おしょうですけど、どうですか、バトルは成立しました。おしょうくん、はい、君痴漢。いやいや僕痴漢なんかしたことないですよ。いやいや君自分は痴漢だって自分で言ってたよ。いやいやいや、じゃあなんか痴漢の例が来たんですか。僕だから通報しようと思って。いやいやいや、じゃあこれ僕じゃないですから。この人変なんです。ののこの人変なんです。それ先週志村けんいたけどえ、痴漢の例が来たんですか。痴漢の例でした。あのだから手形が何なのかなってちょっと分かんなかったんですけど、おさわりおさわりペロペロみたいな感じの。あ、なるほどなるほど、うん、あー痴漢ね。痴漢の例でした。で僕はだから、はい、やっぱそれは良くないよ、痴漢は良くないよっていう話をしましたね、うんうん、はい、あそしたらね、あのだから奈落に落ちろって言ったら落ちました。あ、怒ってたわーラップ中に落ちる人初めて見たみたいな結構弱いですね今回の例。今回弱かったですね。あ、うん、なんかでも僕ね、痴漢は全然そのダメなものだって分かりますよ、うんうん、ただね、一度ね、さっきも名前出てきた太郎ってね、うん、ラッパーと一度ね、はい、うん、まあ、そういった風俗に行ったことあるんですよ。ああ、痴漢体験型。痴漢体験型というか、うん、そこに行くつもりはなかったんですけど、うん、まあ、ラッキーホールというね、うんうん、郡山地元面影がついてない方のラッキーホール、うん、風俗店に行ったんですよ、うん、そこはね、壁に穴だけが開いてて、はいはいはい、まあ、拳ぐらいの穴があって、うんうんうん、そこにね、玉金をとりあえず入れるんですよこれがかなり怖いんですけど。怖いね、それだってちょん切られたらどうしようみたいな、ね、何をされてるか分かんないですよ、うんうん、すごい信頼感で、そこからね説明があって、うん、上へ見てくださいって言うと、うん、上にね電車の吊り革がついてるんですよえ、電車かと思ったら、うん、右手を見てくださいって言うと、右手のとこに、うん、バス降りるとき、路線バスの降りるときのブザー、はい、次止まりますね、うん、これ行きそうになったら押してくださいって言われるんですよ面白いな、はい、それでまあ本当に穴に入れるから何をされてるか見えないんですよ、うん、それでもうマジで全然わかんないですこれ。今もしかして、うん、舐められてるのか、うん、もしかしたらこれ例えば天下的なものを使ってんのか、うん、すらも判別できなくて、舐め草っつってね、もうよくわかんない状況、うん、頭クラクラ落っこちるみたいな感じになって、うんうんうん、もうブザー押しますよね、これ電車、うん、降りますってでバスゲームですよ、あ、降りますって、すっごい恥ずかしいんだけど、うん、そのブザー押すのも、うん、隣の人に聞こえるから、そのブザーの音がこいつここでここで降りるのかって、うん、だからそのレースも走ってるわけよ、みんな。そうそう、なんかいろんな、あれお前も降りんのみたいな、いろんなチキンレースがそこにあってなんかもうでも、もう行ったら押さないといけないルールだから、うん、ブーって押すとなんか向こうでゾゾゾってなんかティッシュの音が聞こえて、うん、そこのいろんな儀式は終わるんですけど、うんうん、まあそれがあったからちょっと僕、それさ、どんな方がしてるかも見えないの？それ見えなくて、これはだから来ましたね。で、まあ太郎と、そのね、一緒にいた太郎とかと、これ若い人なの？ババアなの？それすらも分かんなくない？みたいな。いや、僕だから分かりましたもん。
それだ今日出てきた霊がやってますよ。おさわりおさわりだってこれもう願ったり叶ったりじゃないですか、うんうんうん、霊は触りたい。確かにお客さん触られたい。でも、うん、親父親父です。でもこれなんか最後俺もね親父というか、うん、認めたくないんですけど、うん、すごいその風俗安いんですよ、うん、1500円なんですよ。はいはいはい。えこんな安くて成り立つの、うん、とか言いながら会計し、うん、済ませようと思ったら、うん、レジの親父が、うん、むちゃくちゃ手洗いながら奥から出てきたんですよ。ちょっと待って待って、なんで手洗う必要なんだよと思ってもうあのね、いやこれ信じたくないんですよ、うん、僕も。いやほぼねこれねシャーロックホームズだったらもうだから考えちょ迷宮入り、これこれは迷宮入りなんですけど、だから そのレジの人の例ですよ今出てきた。あそのいやーやばいやばい。だから僕ね呼んでしまったのかなその人、うん、呼んじゃった自分で向こうから下ろしちゃったんじゃない。まいったー、うん、まあでもね和尚くんはね今回ね、うん、エロネタしか喋んないっていうモードに入ってるんでね、うん、まあもう全開です、全開です、はい、夏ですから、うん、ね、和尚の夏2018年夏エロっていう、ね、エロ動画、うん、はい、ということで次のコーナー行ってみましょう。真田陣を見た。はい、ということでね、はい、真田陣目撃情報、僕らのね、うん、グループマイカデリックの相方で、はい、心がキムタク顔が朝青龍ラッパーの目撃情報を募ってるんですけども、うん、はい、来ましたよ。来てますか。来ましたね。なんか最近ね、サラダ人目撃情報がかなりね、適当になってきてるんですけど、うん、ちょっと有力なの来てますか、今回。有力だと思います、これは。相当。本当ですか。はい、なんか、いつも怪しいんですけど。紹介しますよ。はい。RN ナンセンスさんからです。久しぶりですね。うん、大丈夫か、うん、はい、じゃあお願いします。先日、ビジネスに使われる産業用ロボットの展示会に行ってきました。おうおう。最新鋭の技術に驚かされながら、いろいろ巡っていると、子供のような形をしたロボットが、置いてあるブースに出会いました。そばにいたスタッフに聞くと、ね、このロボットの名前はサナちゃんと言って、直球だな、子供の知能が入った AI なんだとか、うん、スタッフがサナちゃんと呼びかけてみると朝青龍に似た顔がニコッと微笑み僕の名前はサナちゃんだよと返事をしてくれました。何かサナちゃんに喋りかけてみてくださいと言われたので、はい、サナちゃんの好きなものは何かなと質問、うん、僕の好きなものはカレー。あーかわいいね。子供らしい回答に和んでいると今度はサナちゃんがこちらに質問してきました、うん、君の好きなものは何、うん、と聞かれたので僕もカレー好きだよと答えると、はいはい、サナちゃんは万歳の動作をしながら僕もカレー大好き、カレーは便器で食べると返ってきました。え、カレーを便器で食べる、どういうことだと困惑していると君はクソ好き、僕は大好きクソが好き、さてはこいつサナちゃんじゃなくてエグちゃんだなすると僕のエグちゃんという言葉に反応したサナちゃんはプシューと黒煙を吐きながら沈黙。やばい壊れたと思い恐る恐るサナちゃんに近づくとスピーカー部分からブツブツと何かが聞こえます。耳を澄ませるとどうやら英語っぽかったのでスマホで Google の翻訳アプリを起動して近づけてみました。画面を見てみると私がおばさんになってもクソ食いに連れてくのという日本語訳が表示されていました。ここでようやく異変に気づいたスタッフがサナちゃんを抱えて強制退場。エグちゃんの AI が悪事に使われないことを祈るばかりです。うるせえんだよお前これもね、また江口洋介ネタじゃねえかよお前サラダ人と江口洋介は別人なんだよお前。だからうんこのこと言ってくんじゃないよ江口洋介さんもうんこ食ってないからもうまあ江口さんがうんこ食ってるか食ってないかは、うん、さておきね、さてお金食ってないもうほんとになんだよ江口洋介もスカトロキャラみたいにさせてるけどさ違いますから。やっぱカレーを便器で食べるってねちょっとねサナちゃんもね、なんか怪しいと思ったんだよな。だからサラダ人目撃情報ではないってことですよね。これだからエグちゃんだったわけですから。エグちゃんだったら。サナちゃんだと思ったらエグちゃんだったっていうことですね。まあまあ、うん、あるのかない、あるのかなこういうことも。どっからずれちゃったのかなサナちゃんね。
実の絵がもう完全にエグちゃんのね世界によりましたよね。なんだよこれ、うん、まあ、ということでね、ちょっとね、なんかビジネスの場に、うん、ビジネス産業ロボットの展示会とか言ってたから、うんうん、まあね、ですけどやっぱね、少しの手がかりでも僕らはね、うん、それをたどって真田陣にも会いに行きたいと思っているので、ね、このロボットから真田陣にはなかなか行かねえぞこれ。まあ目撃情報まあお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございます。次のコーナー、はい、ということでね、はい、おまけのコーナーですね。あっという間でしたけどね、うん、まあ、ちょっとね、以前の放送に関する投稿が、はいはい、あったので紹介します、うん、こんにちは、毎回ラジオを楽しく聞かせていただいてます、はい、ヒューマと名乗ろうかな、うん、ラジオとかにメールするのが生まれて初めてでドキドキしてます、はい、ありがとうございますね、うんうん、本当に、第14回で、はい、直木賞の作家さんから直木賞ね、直木賞、はいはい、直木賞ならぬ直木賞ね、直木賞の作家さんから天皇陛下のチョコをいただいたとおっしゃっていましたが、はい、添付した写真のようなグラスの中の金色の丸いチョコでしたでしょうか。私の知人の画家さんが本当に天皇陛下とお会いしていただいたらしく、それを私も一ついただいて撮っておりました。なので直木賞の方も本当かもしれません。かっこ、ちなみにグラスの方はなぜか飲み屋さんでもらいました、あとうちの猫は拾った時から固めですっていう情報をいただいたですけども、まあ、この話っていうのは、うん、まあ、ちょっと どんな感じでしたっけ、ざっくり言うと、まあ、直木賞の作家さんでね、直木賞を受賞したという方のイベントに僕が呼ばれてトークイベントでね、うんうん、呼ばれて初めましてで、うん、打ち合わせで会った時に、うん、最初に初めましてですよ、うん、で会場をついて、うんうん、まあ、20人ぐらいのお客さんの前で喋るっていう話だったんですけど、はい、まあ、これもしかもね、っていうラッパーの代打で行ったんですけども、はいはいはい、そしたらね、うん、楽屋に入るのにね、うん、こちら天皇陛下からいただいたチョコレートですって言ってね、はい、うん、急に出されたわけだよね、急に出されて、うん、もう面食らったみたいな話をしたんですけども、うんうんうん、で俺天皇陛下からチョコレートをいただいたっていう、うん、あんのそんなことみたいな、まあ、ちょっと最初眉唾もんかなみたいな、うんうん、まあまあでもで調べたんですよ僕も。だから、うん、そしたらね、僕がもらったやつはやっぱりその宮内庁の中のショップで買えるっていうか、宮内庁で買えるチョコレートだったらしく、一般販売してる。だから天皇陛下が誰かにチョコレートをあげるとしたら、もしかしたらその、うん、それは確かにあげてる可能性はあるというか、はいはいはい、自分のところで売ってるやつだから、うんうん、だからまあその広い意味での、うん、ね、宮内省っていうのはその天皇陛下のための省庁ですから、うん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 、そこで買ったものは確かに天皇陛下のチョコレートではある、うん、すごい拡大解釈すれば全然天皇陛下からいただいた、うん、でも天皇陛下は僕らね、国民の省庁ですからね、はいはい、僕らのチョコレートでもあるんで、お前それは違うんじゃないかな。それ写真添付されてるんですか。うん、あって僕がもらったやつと、うん、コイン型のコインチョコなんですよ。はいはいはい。ただ僕のはね、箱に入ってて、そのグラスに入ってるやつじゃなくて、グラスに入ったのは飲み屋でもらったっていうか、まあ、そもそも違うんだけど、この、うん、コイン型のチョコでしたね、うんうん、つまりはその直木賞を取ったって方からいただいたチョコレートは本物だったんですか。うん、いやだから宮内庁で売っていたものではあったと思います。あった、うん、と思います。なんかちょっともうちょいね、しこりが残る、味わって食えばよかったと思ったんですけど、割とサクッとね、食べちゃった、食べて終わっちゃいましたね。うん、ちなみにヒューマーはうちのワンコの名前ですということでね、ありがとうございますね。またいろんな情報があってなんか、うん、難しいな、うん、猫も固めだっていうのね。あ、こういうチョコレート今ねちょっと高澤さんが写真を出してますけど、うん、そうそう、これです、これです。なんか見た感じこの天皇チョコっていうのは駄菓子屋に売ってそうな雰囲気があるんですけど、銀紙で包まれた、まあまあそこで売ってるものがの詰め合わせ的な感もあるなんか安っぽく見えるな。まあでも宮内庁で売ってますからね、うん、そんな高いものではないと思いますけどね。はい、というご報告。感想、うん、なんかね、ツイッターの方ちょっと来てますよ、はいはい、ハッシュタグダース王将でね、ツイッターで、うん、お豆さん、うん、これ先週のやつですね、聞いてた、うん、無言で漬物投げるで1週間笑ってられそうまあこれはサナダ人、サナダ人のことですね、うん、武聖、うん、一緒に頑張りましょう、うん、スクリューさんのまとめも楽しみ、うん、これね、あれですよ、スクリュー高井くんが、うん、いつもね、うん、番組の面白ポイントねまとめてくれてるんですよ、ね、これスクリュー高井さんの、はい、うん、今回のこれ前回のことね、うん、今回のおすすめポイントは 5×5 はロードショー、うん、と長谷博と豚ゴリラの親父と噛み締め5
エロ本が6000冊と奈良時代では抜けないっていういろいろ書いてありがたいですね。まあこれだけ並べると一体何の話をしてたんだみたいなね。ツイッターみかんさん、おしょことブスコのコーナー毎週やってほしいです、うん、できれば草原の羊っ子さん高澤さんもいると嬉しいです、うん、ね、あとは猫ソウルさん、クラブへいらっしゃいのコーナーはクラブ歴20年選手のダースさんとおしょうさんから非常にためになる話が聞けておすすめ何言ってたんいやいや、あのね、ためになりますよ、なりますよ、僕は今のところ本当のことしか言う、あのね、もうちょっとね、適当なこと言いたかったんですけど、うん、今のところ本当のことしか言ってない。本当かよお前、嘘しか言ってねえんじゃないかよお豆さんまた来て、ブスコ謝罪中に出た浅野敦子、から101回目のプロポーズ、からの流れでセイエスを聞いてたら、当時の私には分からなかった名曲でした今この改めてですけど、ね、セイエスをね、うんうん、まあね、YouTube の方にもコメント来てます。来てますか？はい。ですね、佐藤ちゃんですはね、うん、ブスの定義が強固すぎっすねーつって枠を超えるとフェチ扱い、目の前の人に好きって言いにくいっていうね、なんか独白のようなね、話がありますけど、ふみやふみやさん、心霊にも投稿いただいてるんですけども、はい、クラバでうんばか最強説出ましたねーつってめっちゃ笑いました、うん、ただただ危ない女のレッテルが貼られそうですが確かに、あ、そう、これふみやふみやさんの相談に答えた感じでうんばかってね、あ、そっかそっか、うんばかうんばか、確かに誰も傷つくことなくうんばかっつってね、うん、うんうん、はい、で、あとですね、ポポさんね、ポポさん前回もね、ブスコ・オショコンの件に関してね、うん、俺は分かってないって言って、うんうんうん、コメントいただいたんですけども、はいはいはい、今回、ブスエに精一杯のフォローありがとうございますが、うん、お二人やっぱりブスバカにしてるなそんなことないっすよ、立ち上がれほれということで、そんなことないっすよ、僕らだからブスとかのそういったものに相手されるステージにまだ上がってないっていうね、うんうん、そのさらに下の仮想領域ですからうん、ね、はい、はいはい、まあしょうがないですけどね、うん、まあそういった感じでね、コメントとかもいただいております、うん、ということでね、今回もね、割とね、盛りだくさんでね、そうですね、うん、お届けできました、うん、はい、なんかね、うん、ちょっと今週1週間地震あったりさ、うん、もう台風あったりでさ、うん、結構なんかすごい疲れてない頭が、もうやっぱ自然災害は、うん、僕ブログの方にちょっと自然災害についての考え方を書いたんで見てもらえたらと思うんですけども、うんうん、いや、やっぱりもうどうにかコントロールできると思わない方がいいっていうかね、うんうんうん、人間の社会を完全に自然から切り離したセーフティーなものとして作ることはもうできない、うんうん、絶対にその折り合いつけながらやるしかないわけだから、うんうん、だから頼り、その人間が作ったシステムみたいなものに頼り切っちゃうね、電力もそうだし、うん、道とかそういったインフラもそうなんだけど、うん、そういったものがもう完全に頼り切っちゃったら、うん、やっぱりこういった災害が起こった時にすごい、うん、何もできなくなっちゃうっていうか、うん、でも実際は昔はそういった中で生きてたわけだから、うん、本当に何もできないかっていうと多分そんなことはなくて、そうだね、忘れちゃってるっていうか、その東日本大震災あって熊本のね、うん、地震とか、まあ、いろんなことあって、うん、結構さ、それまで自分の非常食とか、うん、電池とかさ、なんか直後は家に取っといたけど、うん、結構もうここ 2,3 年で何もやってなかったことに気づいて、うんうん、あっ、ってまたいろいろちょっと準備とかできることはしとこうかな、うん、みたいな、あとはうん、ね、その昔のさ、ここまでここの入り江のここは行くなとか、うんうん、その逃げるときはここまで来いとかっていうのって昔の人の知恵でね、うん、言われてたのがやっぱ忘れられちゃってるんだけど、うん、なんでそこまで逃げろと言われてるかとか、うん、なんでそこ入っちゃダメかっていうのに、ね、多分理由があって、うん、それはやっぱそのいろんな人がそれまでの経験上で学んできたことだから、うん、だからそういったものをもう少し大切にするっていうか、うんうん、やっぱり結局は自然の上で僕ら暮らしてるわけだから、うん、ちょっとでも揺れただけでももう大変なことになるし、うん、ちょっとだってこの間の雷の話とかもそうだけど、めちゃくちゃ怖かったから、ね、でもそういうもんで、この本当今回なんかその東京がね、何も奇跡的に地震もね、うん、でもここ何もないなんて理由はないからね、うん、別にいつでもたまたま何もなかったってだけぐらいに考えとけばね、うんうんうん、だからそういった意味では結構まあ今だから本当に大変だと思うしね、皆さんその、うん、大阪とかもすごい、関空のね、確かにとかもそうだし、うん、北海道も停電しちゃって1週間全体が復旧するのにかかるなんていうのも、うん、大変だと思うし、これからもね、うん、そのね、別にその電力直ったから全部 OK ってわけでもないし、ね、いろいろ立て直さなきゃいけないと思うと大変だけども、うん、やっぱり
ちょっと考えるきっかけにしないと、うん、ね、どこにいるから俺は大丈夫だって話でもないでしょっていう気はしますね。はい、まあ、でもね、そんな中こんな内容のラジオで申し訳ないんですけど、うんうん、確かに、まあうん、でもね、頑張った、うん、今日は、うんうん、はい、告知とかあります？来週までに。ね、そういえばあれだね、うん、フライヤーで見て僕知ったんですけど、うん、アンダーディアラウンジの10周年アニバーサリーパーティー、うん、出ますね、出ます、出ます、出ます、僕も出るんですけど、うん、23日かな、うんうんうん、まあだから DJ お互い僕もやるし、うんうん、まあライブもやります、やろうかね、うんうんうん、はい、こんな感じ で、 ということで、だからまあリスナーの皆さんね、うん、これ日付いつでしたっけ？9月23、923、うん、923で次の日が多分月曜祝日なんだよね、うん、そうそうそう、日曜日の夜、うん、なんかね、ぜひともねクラブ、うん、いらっしゃいのコーナーとか聞いてる方はちょっと遊びに来てほしい。そうだね、渋谷のアンダーディアラウンジ、実践編ですよ、うん、実践編、ノルマンいるから、そうそうそう、うん、まあ、10周年のパーティーだから、うん、結構わーって楽しい感じだと思うんで、うん、お待ちしております、うんうんうん、なんか改装したばっかですね、そうそう、ね、おしゃれな感じになってましたよ、うん、なんか、うん、だからね、ただっていうね、意外とね、すごいいわゆるクラブよりは遊びや初心者が遊びやすいクラブなんで、うん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 、レストラン的な、そう、レストラン的な雰囲気もあるクラブなんで、うん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 、ぜひともね、告知これから流しますんで、はい、うん、お待ちしてまーす、うん、はーい、ということで、片上のレースのおじきごとレースレレと、なんそのふざけバカキャラいきなり出すのガキレンジャー DJ おしょうでした、二人ではぁー、はぁー、おさわり、おさわり除霊したからそれ